はい、マッチングしました。それではやっていきたいと思います。PUBG モバイル。皆さん今日もよろしくお願いします。ということでね、本日は、ソロにやってきました。なぜかというと、お話ししたいことがあったんで、今回お話ししていきたいと思います。よかったら皆さん最後までお聞きください。ということでね、今回お話ししたいお話っていうのはね、Apple ストアの無料ゲームランキングがやばくねえかについてね、ちょっとお話ししていきたいと思います。ちょっと待ってね。その前にここはまずいことになっているかもしれないんで、少々お待ちください。あ、でも誰もいないな。ソロでは誰も来ないのか、ここまさかの。生存人数1。私だけじゃん。OK。ということでね、何がお話したいかというと、Apple の無料ゲームランキングで、1位になってるというか、上位のゲームがですね、この、スイカゲームのまがいものっていうのをね、これはさすがにやべえんじゃねえかと私思いましてね、今回お話ししていきたいと思います。皆さん見たことありますか？スイカゲーム。あ、ていうかその前に皆さんスイカゲームってわかりますか？うん。まあ、任天堂スイッチの、大人気、スイカ作るぞゲームなんですけど、ほんといろんな YouTuber さんがやってるんで、ある程度認識はあると思うんですがね。はい。まあ、それがですね、まあ、やはり、無料ランキングになんか入ってるやつがあるんですけど、全部偽物なんで、皆さん。偽物なんで、皆さん気をつけてください。はい。本物はないので、皆さん気をつけてください。うん。あれね、なんでああいうのが増えるかって言ったら、やっぱね、スイカゲームっていう名前をつけるだけで、みんなダウンロードしてくれるんですよ。で、なおかつね、あのゲームたちっていうのがね、めちゃくちゃ広告が多いんだよ。俺もね、釣られたんですよ。あ、スイカゲーム、無料でできるじゃん。なんだっけ、本編の方はね、有料なんですよ。いくらだったか忘れたけど、まあ安いですよ。300円くらいで買えると思うんですけど。でね、まあ無料で、できるならさ、あ、無料がいいじゃんって思うじゃないですか。うん。なんで、まあ、やってみたんですけど、もう広告がとにかく多いわけよ。広告。広告だらけ。やばいよ、マジで。広告の数が。例えばさ、普通にやってて、なんか、重なるじゃないですか。果物同士が重なったら、大きくなっていくんだけど、いや、それがね、重なった瞬間に広告が流れたり、どういうタイミングでなんだよ、みたいな。そんな感じのね、ことが起きてましたね。まあでも仕方ないね。まあ、そういうゲームなんでね、仕方ないですね。まあそういうゲームではないんだけど、こう、想定されてないゲームなんでね、まあ仕方ないかなと思います。はい。まあでもね、やっぱり人気なゲームが出ると、ああいう風にね、まがいものというか、パチモンが出てくるんでね、やっぱ皆さんもね、要注意してください。はい。なんかね、なんか来た。こう、本当にパチモンなんで、気をつけてください。なんか来たな。ボットです。はい。これね、ボットしかいないかもしれない。もしかしたら。皆さん申し訳ないけど。ボットとの戦いになるかもしれないんですが、その辺はご了承ください。はい。シーズン始まったばっかりで、全然レアゲとかしてなかったんで、まあ、ボットとの戦いになるかもしれませんが、皆さん、まあ、ゆっくり寝ててください。はい。で、雪は、パンチで壊しましょう。これはパンチで壊すと一番いいです。なぜかというと、やっぱパンチだと、報酬がたくさん普通にもらえるからです。うん。弾使うともったいないからね。うん。なので、パンチで壊してください。はい。まあ、それはそうってね、大体人気のゲームはね、まあ、パクられて、まあ、ああいう風になってしまうんですよね。うん。まあ、仕方ない。それは。ただみんなね、やっぱ広告見なくちゃいけないから、まあ、それを納得して、まあ、やるべきなんだけど、パクリは良くないなと思いますね。うん。まあ、やっぱり本家はしっかりと頑張って作られているのに、完全パクられると。ああいうのを訴えられないのかね。大体訴えられると思うんだけどね。まあ、不思議とね、未だに上位に、入ってるんで、まあ、いつになったら消えるのかなと思いながら見てますけど。うん。まあでもね、パクリはパクリでもさ、あれだったらいいんだって思うんだよ。なんかちょっともう違う形にするとかね。例えばね、何があったっけ？お金のやつとかあったよ。お金を合体させて、増やしていくみたいなやつがあったよ。うん。例えば、1円玉と1円玉を合体させて5円にしてみたいな。で、5円と5円で、10円にしてみたいな。うん。そういうゲームあった。だからそういうのはオリジナルがあっていいじゃん。うん。なんか丸々パクるじゃなくて、なんか少しね、ちゃんとやったらいいのになぁと思いながらね、ずっと思ってますけど。はい。アプリ業界の皆さんどうなんでしょうかね。そういうなんか複雑なあれがあるのかな。まあでも簡単なんだろうね。丸パクリする方が。結局。丸っとパクった方が、多分簡単だと思うんだよ。要はさ、そのデザインとかもいらないじゃん。そのままパクっちゃえば。うん、だから、そのままパクって作るんだろうね。うん。でも結局消されちゃったら一緒だよね。うん。まあでもとにかくね、広告が多い。ああいうゲーム。マジで広告が多いんで、皆さん、はい。やるときはね、ちょっと考えてやってみてください。うん。まあ、ぜひね、本家の方やったらいいんじゃないかなと思う。何よりも。はい。さあ、あそこ物資がありますが、ちょっと取りに行きますか。行ってみましょう。プレイヤーさんいるのかな？マジわかんないけど。うん。もしかしたらいないかもしれない。忖度されてるかもしれないな。うん。ここ敵いますね。塩入ってる。ああ、まあ、うん。ああ、まあ、うんだって感じだね。うん。うんな感じ。またいるな。うんな感じだね。うん。はい、倒していく。まあ、こういう風にね、私はボットを寄せ付ける大人気ヨッシーなんで、どんどん寄せ付けていきましょう。はい。クローザーか。クローザーいいね。ちょっと、ここは、ファマスを捨てて、グロザに変えていく。グロザ強いんだよ。やっぱり。こいつはね、ほんと強い武器なんでね、ちょっと使っていきましょう。さてさて、ほんと、うん、プレイヤーさんいなさそうだな。まあでもそれはそれでいいんだけどね。面白いから、別に。敵がいなくてもね、このゲームは面白いんでね。はい、皆さん私の話を聞いて、その分はお話ができるというね。得点付きなんでね。ぜひ聞いていってください。あ、なんかいるな。あ、こっちか。なんか2枚いるな。死なないの？まだ死んでないのあなた。早く死んでください。あ、オッケー。あの銃声は怪しくないか。あ、また来たな。ボットの野郎、また来やがったな。倒していく。いやー、弾切れしそうだな。まあ、いっか。とりあえず。あ、それはちょっとボットじゃないかもしれないね。うん。しっかり倒していこう。さあ、行くぞ。バトラーとかも結構パクリというか、リスペクトがあるゲームとか多いよね。まあ、丸パクリはないけどね。今度パクリゲーでもやってみようか。うん。ぜひね、皆さん要望があったらね、PUBG のパクリゲーとかやっていこうと思うんで、ぜひご要望あればね、言ってください。いるかな？あの銃声どこだろうね、今の。完全に。怪しかったよ。あの銃声は。どこにいるかわからんけど。ねえ、家の付近にいると思うんだ。アンチ行こう。言うてやっぱアンチに行かないといけないんで、アンチに行きましょう。はい。まあ、ほんとね、今のご時世、無料アプリとかね、パクリが結構多いんでね、そういうのが上位に来るっていうのはね、不思議ですよね。でもやっぱ、興味湧いちゃうもんな。ついついやりたくなっちゃうからな。仕方ない部分はあるけどね。まあ、うん、なるべくならあんまりやらない方がいいかなと思います。うん。やらない方がいいんじゃないかな。まあ、やってみて、つまんねって思ったケースぐらいがちょうどいいかなと思う。うん。絶対本気の方が面白いからね。言うて。さて、どこよ、今のは。あの銃声どこ行ったの？AW 打ちてよのよ。マジで。打たしてほしい。AW でスポンって抜くところを皆さんに見ていただく。たまにはね、SR でぶち抜くとこを見ていただきたいなと思っています。なんかスコープおかしいぞ。バグってるな。OK。変えていく。さて、残り5名様ですね。この家屋に乗り込みましょう。はい、乗り込んでいきましょう。もう移動はね、これ来るんじゃない?もしかして、物資のところに。来たり来なかったり。いや、来なかったかな?これはどちらかというと。マジで敵がいないんだけど。大丈夫?これ。この街大丈夫?もうボットしかおらんやん、これ。絶対に。ボットしかおらんやん、これ、絶対に。うん。何回言うねん。何回言うねん。ボットしかおらんかもしれない。みんな。ごめんなさい。ちょっと、ボットしかいないかもしれないけれども、まあ、こういうマッチもあるからね。間には。あってもいいんじゃないかなと。思いますけど。うん。はい。まあ、ちょっとスイカゲームのお話を今日はさせてもらったんでね。ちょっとよかったなと思います。せめて AW で抜きたい。せめて抜きたい。AW で抜きたい、せめて。何が入ってる?めぐみちゃんか。めぐみちゃんは持った方がいいね。OK? よし、めぐみちゃんはね、持った方がいい。めぐみちゃんはね、強いから。ただちょっとレートが今660になってたんで、しっかりと、990に合わせておきましょう。うん。さあ、残り2人はどうかな?残り2人どうかな?てか AW 打たせろ。マジで。AW を打たせろ。どこにいる?もうなんならボットでもいいわ。AW 打たせてくれ。残り2枚。まあ、やられたくないので、ちょっとイモりながら行くんですが、イモちゃんしながら行くんですが、どこにいらっしゃるかいな。うん、人間、でもね、最後人間の可能性もやっぱなくはないんで、それはね、少しね、足が入ったな、今。考えればならぬと思うんだよね、今。足が入ってんだよな。あいつか。打っていく。OK。いやー、AW 気持ちいいね。もう一枚ラスト。多分まあボットでしょう。これ完全ボットマッチだわ。つうことで高台取って AW でスポーン抜いていきましょう。あ、足音してる。はい、来ました。最後ボットちゃんですね。はい、ということで皆さん最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。さあ、どこ行く?倒していく。はい、ということでね、本日は、ボットマッチで、追加ゲームに関してお話しさせていただきました。うん。まあ今、パクリゲームが多いよっていう話ね。うん。まあ、それはね、ぜひ皆さんやってみてください。ただし、まあ本家のが絶対面白いんで、ぜひね、本家の方やってみてください。というお話でした。はい。まあ適当な雑談なんですが、聞いていただきありがとうございました。次回またやっていきますんで、よかったら次回またお会いしましょう。じゃあね、バイバーイ。